わらび劇場は、秋田県仙北市の秋田芸術村にある劇場である。劇団わらび座の専用劇場として1974年にオープンし、客席数は710席である。現在はリージョナルシアターとして、作品制作、上演、ワークショップ、歌手館事業など、幅広い活動を展開している。舞台面、間口14.4メートル奥行き、 12.6メートル客席より広いステージ、花道、合唱台ボックスあり、駐車場、無料の駐車場が劇場周辺104台、秋田芸術村全体で約200台、大型バス駐車可能劇場ロビー売店、作品関連グッズ、秋田の土産品を販売、役者による客席販売サービスあり、バリアフリー、車椅子用のトイレ、スロープも設置してある。 用心の感激のために防音設備のある、親子室、菜の花ルーム設置小劇場、ハスム会いには、床面積183.6平方メートル、定員120名ほどの小劇場があり、夏と冬の期間に作品を公演、ワークショップやイベントなども開催している。わらび座が、全国各地での公演活動を重ねる中、本拠地に専用劇場を持ちたいという機運が高まり、 劇団員による全国的な冒険活動を開始。1974年、全国800万人の支援を受け、わらび劇場が誕生。その後しばらく実験劇場としての位置づけが続いた。1993年、劇場経営の先進的な取り組みを行っている、アメリカのアッシュランドやミネアポリスなど全米へのシアターマネージメント視察実施。 そこで、劇場としての使命を明確にすることや、地元に密着して何よりも、観客を大切にする視点に基づいた、経営のあり方を学び、現在の経営方針のベースが作られた。1995年、ミュージカルのロングラン公演を開始。人口1万4千人の町において1年間で、計168回の公演を行い3万5千名、あまりの来場者数を記録。 その後も、講演回数は増え続け、現在では小劇場も合わせて、年300回近い講演を行っている。2006年、東北で、唯一の文化庁、芸術拠点形成事業を対象ホールとして選ばれた。わらび劇場は次の基本理念をもとに事業を行っている。ものづくり日本、東北、秋田、戦北地域に息づく、伝統文化や現代を生きる、 人々の心に深く根ざした舞台芸術作品を制作し、独自性を持った芸術創造と芸術鑑賞の拠点となる世界、国内に文化芸術を発信する劇場を目指します。人づくり公演、またはワークショップの活動を通してアーティスト、スタッフ、舞台芸術を愛する鑑賞者の育成を行います。 またジャンルを問わない多様な芸術活動に対して支援する地域に開かれた劇場を目指します。ちづくり市民参加による文化、福祉、観光、教育活動の拠点となり、地域の文化的、経済的な発展にも寄与する地域に根ざした劇場を目指します。わらび劇場作品小劇場作品、ありがとうございます。